ございます。山内すずらんです。今日も太平洋クラブのキャディ研修にやってまいりました。キャディ研修ももう折り返し地点になりまして、今日からはアウトコースの研修になります。ずっとインコースをメインにやってきたので、まだまだアウトコースは全然頭に入ってない状況です。今日はですね、先輩キャディさんがお客様についてその補佐をするという役割なんですけども、それも前回いきなり一人でやらせていただいて、その後支配人とか先輩キャディさんに見ていただいてフィードバックしていただくと、もう本当にレベルアップ、もうすごいスピードアップしたキャディ研修をしてきたんですけども、やはりアウトコースは自分の中でまだまだ不安要素が多いので、今日は独り立ちするためのアウトコースを学びながらの日になります。少しね、反復になってしまうので、見てくださっている方も知ってるところ多いかもしれないんですけど、一緒に勉強する気持ちで見ていただけると嬉しいです。これからも成長していく姿を見せていきたいと思うので、今日も一生懸命頑張ります。暑いですがよろしくお願いします。行ってきます。10本、ウッド3本、計13本でよろしいですか。はい、よろしくお願いいたします。もうこう書かないと一緒に集合した時に分かんなくなっちゃって、結構ウェッジが高い人多いので。はい、そうなんですよね。改めて皆さんおはようございます。本日キャディを務めます山内です。コースよりお願いが3つございます。1つ前の組の位置を確認して、前の組と遅れがないようスムーズな進行にご協力ください。2つ、喫煙はティーイングエリア付近の灰皿にてお願いいたします。3つ前の組の位置を確認して50ヤード以内の打ち込みがないようお願いいたします。また八千代コースは2グリーンございます。本日の使用グリーンは A グリーンとなっております。ティーマークの内側左右一方にカラーがある方が使用グリーン方向となっております。皆さん一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません、すっかり抜けておりました。もう何度やっても慣れません。ごめんなさい、すみません。いや、もう何かできると何か抜けちゃう。完璧にやろう、完璧にやろうとすると何かが抜けて、まあ、研修中はいっぱい間違いがいいと、はい、中盤になってきてるので、そろそろ A グリーンか B グリーンか抜けないでおきたいです。いや、もうすいません。これが一人になった時に誰にも頼ることができないじゃないですか。今、ふたふたふた。いや、これだけは本当避けたい。でもいなくなったら自分でしないといけないくなっちゃう状況じゃないですか。そうだったらできると思います。そうですかね。ここまで追い込まれると意外と。前回がもう本当に一人だったので、はい、先輩キディさんもいらっしゃったんですけど、はい、もう全部自分でやるぞって気持ちでやってたので、今日すごく心強くて頑張らなくてですね、ビシバシお願いします。はい、わかりました。1番ホールはストレートのパー5になっております。右のバンカーまで203ヤード、バンカー越えるまでに230ヤード必要です。狙い目は右のバンカーの左、フェアウェイ右サイドになります。まだ一度も私研修でパーを言ったことがないんですよ。もう言える。それもそれでどうなんでしょうか。微妙なラインの時とか困りますよね。今パーなのかとか。そうなんですよ。完璧に言ってくれたら特にこのスタートボールはパーが出る場面じゃないですか。そうですね。ちょっと楽しみに。楽しみに。それもちょっと違うんですけど、プライベートでも最近はパーをキャディーさんがいても気にしないで大きく言おうとか。ボールが右に行ったら右方向のラフにありますよとか、プライベートでもちょっと心がけてやってることもあるので、はい、自信持ってできるとこもある。そうです、はい、楽しみです。やばいです。それはやばいです。抜け越えたらですね。そうです。はい、そろそろアウトコース OK です。はいはい、お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。左方向です。木の手前ら辺にありそうですね。はい、お預かりします。ありがとうございます。では、はい、お願いいたします。はい、今日は先輩キャディーさんがメインについて、T
ティーグラウンドとグリーンは私がメインでやらせていただきます。途中慣れてきたらセカンド地点の距離とかも私の方で伝えさせていただいたりするイメージになります。行ってきます。ここからグリーンまでまだ280近くあります。で手前にバンカーがございますので、バンカーまで刻むのでしたら180までです。はい、距離合ってた。280、そうだね、刻むんだったら180、うん、狙ってる。こちらボール出します。はい、もうちょっと前に出すかな。ナイスです。ゴーゴー。クラブ預かりします。すみません、お願いいたします。おー、うまい。うまい。わー、惜しい。わー、惜しい。ね、意外と切れますね。2番ホール、パー4です。右のバンカーまでが220ヤード、フェアウェイが左に隣接ホールの方へと流れていきますので、狙い目はフェアウェイ右サイド方向となっております。左右 OB ありませんので、はい、はい、思い切っていってください。はい、うん、ゴー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 。うん、大丈夫です。セカンド全然打てますよ。わー、落ちました。はい、お疲れ様。すいません、もう大丈夫です。ファーは落ちるまで言った方がいいんですね。そうですね、わかりました。はい、順番に切り切りお願いいたします。止まりました、ボール。ここからまだ150近くございます。はい、黄色のセンターの旗から大体90ヤード近くありますね。90ヤードを見てもいいと思います。ここからセンターまで159ヤードになります。本日ピンがプラス1なので160ですね。はい、このままでいきます。ありがとうございます。はい、はい、お願いいたします。次、はいはい、ここが133なんだ。私の持ってる資料があそこのマウンドの先からって書いてあったんで、ちょっと昔の下調べ不足です。ここだった。お、あーあ、OB ないです。逆に大変って説もありますよね。打っておきたい。はい、こっちのグリーンエッジの方向けて打ってきます。 OK OK、 ナイスアウトです。気に入ってる方お願いいたします。これうまい、ナイスオンです。ナイスです。ハート失礼いたします。次行きます。3番ホールパー3です。ピンセンターまでは176ヤード、176ヤードで、本日ピンが、プラス3入ってますので179ヤードになります。また A グリーンがお椀型になっていますので、奥につけてしまうと返しが難しくなっております。お気をつけください。右方向です。うんうんうん、大丈夫です。うわー、右方向です。
あーバンカー欲しいです。はい、あそうなんですね。なんかこの研修始めてから目つちするのがもう日課になってて、はい、あ、はい、本当ですか。よかった。あ、これ違う、入らないんじゃない。入らないですね。そうですよね、すいません。まっすぐ入らない。あのコースまだカート一度もやったことなくて位置がわからなくて。ナイスアウトです。ゴーゴー。おお、すいません。大丈夫です。お願いします。うまい。ああ、このグリーン鬼門ですね。すごいですね。今日ピーチが。えぐいっすね、ピーチ。うまい。ナイスインです。パターお預かりいたします。お預かりいたします。はい。4番ホールパー5、左ドッグレッグのパー5です。右サイドは198ヤードより OB が続きます。黄色の旗まで239ヤード。奥の一本木までが279ヤードです。狙い目はフェアウェイ右方向です。うん、左方向。ナイスでーす。ゴーゴー。うん。すごい、いっぱいランで出る。うまっ。よし。ナイショー、素晴らしい。わあ、ありがとうございます。かなり飛んでます。皆さん飛ぶから突き抜けが怖いですね。逆にね、飛ぶから。はい、僕がそんなに広くないと思う方が多いので。そうですよね。だからあの木の距離入れてくださってたじゃないですか、はい、僕のあれすごくいいと思います。ありがとうございます。バッチリです。あれ自然と私これ乗っちゃってるんですけど大丈夫ですか。大丈夫です。か、大丈夫ですか。アウトコース一回も乗ったことなくて。あ、そうなんですか。はい、いい勉強になるので。すみません。もうちょっとヤードとかをギューッと入れて。そうですね。やっぱりお客様がこう行っちゃうじゃないですか。はい、だから一人目二人目は逆にこうきっちりできるように、うんうん、あと3、4人はフォローするので。わかりました。はい、それで先に行ってみてきます。はい、お願いします。ここ抜けてますが、ちょっと高さが出せないので、右のバンカーまで刻むんですから160までです。170まででしょうか。はい、5番アイアンですよね。見て覚えました。ここもホール覚えやすかったんです。はい。ここからですね、左のバンカーまで刻むんでした200ヤードですね。ピンまで狙えますか。左のバンカー、はい、そうです、グリーン手前の左のバンカーまで200ヤード、はい、ラフなので、はい、ナイスです。お、フェアウェイまで出てきました。センターまで242ヤードです。左7分止まってます。スプーンでバンカー、うまー。おナイスです。うまー、捕まってます。ここから130、ですね、146です。でプラス6ですので、152ですね。はい、はい、ありがとうございます。嘘ついてしまいました。ここからまだ50、60ヤード近くありますね。はい、52度。70あります。80あります。80。80あるみたいです。すみません。90。はい。暫定機お願いします。すみません。多分若干フォローですので、ラフのフライヤーが飛んじゃったかもしれないです。エッジまでは80ヤードで乗るので、
うん、これうまい。ゴーゴーゴー。あ、欲しい。うん、美味しいです。すごい。はい、入れ確認してきます。はい、大丈夫です。すいません、5番ホールパー4です。右サイドグリーン奥まで OB が続きます。フェアウェイが右に傾斜していて、窪地に落ちやすいので、狙い目はフェアウェイの左サイド方向でお願いいたします。ここ大変ですね。ここちょっと遠いところに置いて、はい、急いで来て。そうです。ちょっとお客様にやっぱ多少遅れもあったり来るのは。わかりました、はい、うん、ナイス。右方向ですね。単独点、窪地の説明しておくのがいいですよね。ピンが見えなくなること。あ、そうです。はい、右側に行った方が、はい、そうですね。必ず自分でもこのホールピンの位置を必ず確認します。わかりました。窪地、はい、からピンが見えづらくなるのでピン位置確認しておいてください。ここからピンセンターまで127、本日プラス5ですので132ヤードになります。打ち上げはですね、打ち上げプラス4見てください。ピンがプラス5の打ち上げ見て4なので9プラス9で111ヤード見てください。ピッチング、はい、ピンと上りプラス9ヤード見て、ここから100、はい、110ヤード見てください。52度、はい、お願いいたします。はい、すみません、お願いいたします。はい、うまい。はい、そうです。パターも入らないんだよね。いや、頑張ってください。しっかり打ててるんで大丈夫です。おー、わー、しっかり入りましたね。強気の、強気のいいパットでした。お預かりします。6番ホールパー3です。グリーンセンターまで157ヤード、本日ピンがプラス3ですので160ヤードございます。手前の谷 OB になっております。谷からの吹き上げの風を受けやすいホールですのでお気をつけください。うまい。ピン方向行ってます。わー、ナイスオンです。今日風があるから距離感難しいのにすごいです。すいません、見てますね。超えたかな、バンカー。寝ながら見るがまだ。そうなんですよ。はい、うーん、はい、お願いいたします。リラックス、リラックスです。うん、ここいい。ゴーゴー。あー、ナイス。出ました。素晴らしい。もう早く学ばないと。もう出遅れてるから頑張らないと。入る？おお、ナイスアプローチです。うわー、早い。下りは行きますね、意外と。ナイスパーです。はい、その小屋の方向にお進みください。ありがとうございます。右の木までがですね、あ、違います、3本松まで206ヤードございます。3本松が大変スタイミーになりますので、狙い目はフェアウェイの左サイド狙いでお願いいたします。ステイステイ、右方向です。ちょっとバンカー入っちゃったかもしれないですね。お預かりします。はい、ここもしかしたら黄色の旗方向でしたったかも。フェアウェイ左サイドで。ここからセンターまで158になります。で、本日ピンがプラス2なので160ですね。クラブどうしましょうか。
申し訳ございません。こっちですね。すいません。やっと慣れてきました。いや本当ですよね。やっと乗りこなせてきました。ここからピンセンターまで80でピンがプラス2なんで82です。はい。クラブすいません。ピッチング。はい。若干フォローですので、お気をつけてください。私、OB 言ってないよ。OB 行くの受けやすいんで、気をつけます。うまいです。ナイスイン。わぁ、ナイスインです。素晴らしい。8番ホール正面の木まで288ヤードございます。狙い目は木の右サイドバンカー方向ですね。狙っていってください。うん、ナイスです。うん、フェアウェイにあります。ナイスです。あ、これか。ちょっと打ちづらいのでいいとこ出しますか。打ちますか。今57P3 本持ってます。なので、はい、ありがとうございます。合いました。あ、ナイスです。よかった、すいません。今57P 持ってます。はい、承知いたしました。お願いします。125プラス127、風アゲンストですね。クラブどうしましょうか。はい、お願いいたします。よいしょ、はい、よいしょ、クラブ預かりします。パターンお願いいたします。はぁ、なるほど、ありがとうございます。重いです。そうですね、分けて持つの大事ですね。結構クラブすぐ出してくれるので。はい、そのグリーンアップ右側お願いします。お預かりします。9番ホールラストですね。パー4になります。奥の左の木まで274ヤードございます。狙い目はフェアウェイの右、黄色の旗方向ですね。はい、左のラフに入ってしまいますと木がスタイミーになりますので狙いづらくなります。木を避けて打ってください。ナイショー、最高です。では右サイド、うん、預かりします。ここから228、見てください、ピンがプラス10ですので。こっち側に出たの見えたんだけどな。そんなにいっちゃいますか。はい、左サイド出します。気をつけてください。64プラスピン10で120、124です。グリーン奥 OB です。はい、浅くなってるので気をつけてください。うん、大丈夫大丈夫。うん、グリーン横まで行きました。こう持ってたから持ちづらい。はい、この辺を。ありがとうございます。持ちやすい。うまい。素晴らしい。もうそれ OK です。上りだから OK です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。鈴浦さんについて回らせていただいたのは初めてなんですけども、暑い中のプレーで皆さんのことを励ましながら笑顔でついてくださったので楽しくプレーできました。ありがとうございました。本日はありがとうございました。失敗した時にファーっていう声がすごい透き通ってて響き渡っていたので、これからも頑張っていただければと思います。本日はありがとうございました。今日も一日ありがとうございました。実は今回で3回目になりまして、以前は2回目だったんですけど今回アウトということで、今日自分のプレーとしては1日冴えないプレーだったんですけども、それを励ましていただいて最後まで楽しくプレーすることができました。本当にお客さん目線でいろいろと動かれていたので、そこは本当に良かったなと思います。これからも頑張ってくださいと言いました。鈴浦さんのキャビテンションを終えてみてはいかがでしょうか。
プレイヤーとしましてはちょっと最初の方調子も悪くてミス多かった中でもこう笑顔で励ましてくれてやりやすかったですね。すごくゴルフを楽しいものにしてくれたので楽しくやらせていただきました。キャディの先輩としては細かいところを言うとキャディって我々でもキリがないというか、ただ前回の指摘にあったその例えば125から135ぐらいですっていうのを今日はしっかりと距離を伝えられてた、これプレイヤーは番手選びやすいと思うんですね。不安を持たせないようなキャディーワークができていたのかなっていうところで、まあ、あとはもう少しこう前の組に追いつくじゃないですけどこう自分の組を引っ張っていくような意識が持っててくればと思いますけど、すごくちゃんと研修に取り組んでくださって成長を感じられたかなって、はい、思いました。研修を終えてみてなんですけど朝一すごく不安そうにされていて朝の挨拶もちょっとこううんってこう本人になってたと思うんですけど、まずずっと笑顔なところが私はすごくいいなと思ってて、接客業でどんだけ技術が良くても笑顔がないキャリーっていうのはありえないのでめげずに研修をされた姿が私はすごく回ってみて印象に残ってます。で今後頑張ってほしいなっていうところやっぱヤードであったりとか技術の面を少し磨いていただけるともっとより良いキャリー業務ができるのかなと思ってるので一緒に頑張っていきたいと思います。技術ってどの辺の技術？例えばヤードの正確さっていうところとあと林にいた時の対応を隣のに行ったお客様の対応はできてるんですけどこっちにいる方の対応であったりだとかあとクラブ片付けとかっていうのはやっぱまだちょっと本人も多分不安だと思うんですけどそこがちょっともうちょっとできるといいのかなとシンプルに思いました。お疲れ様でした。今日は1ヶ月半、まあ、2ヶ月弱ぶりのアウトコース研修でした。ずっとインコースをメインに研修していたのでなかなかアウトコースがね覚えられないこともあってコース説明だったりクラブのね出し入れとかこうシュミレーションしてできる限りは言えてたかと思います。ただ1個前回よりも圧倒的に成長したなって自分が勝手に思ってるのは距離。前回フィードバックで距離が大体何ヤードとか230から240ヤードくらいですとかすごいアバウトに答えてたんですけど今日はしっかりとスプリンクラーの位置を把握できて距離をね例えば121ヤードとかちゃんと刻んだはっきりとした距離でお客様にお伝えできたことが一個自分の中では成長だったかなと思ってます。一つ一つではあるけども前に進んでる気がしました。あと先輩キャディーさんの経験値の上で教えてくださることが本当に心強くてそれこそクラブとか十何本もこう抱えているとパターを引き出す時にこう突っかかって取れなかったりとか本当細かな部分なんですけど2段に分けて持つとか、そんな些細なことまでもたくさん教えてくださってよりやりやすいキャディ研修がよりやりやすくさらに次につながるような本当にたくさん教えてくださるので先輩キャディさんがいることで私たちがより前向きに研修に臨めてるなっていうのをすごく感じます。改めてタイヤ町の皆さんありがとうございます。次はまたアウトコースを一人でキャディすることになると思います。もちろん先輩キャディさんが補佐でついてくださると思うんですけどもできる限り自分一人で4人のお客様をおもてなしできるように今日自分なりにフィードバックして多分ね今日のお客さん語ってると思うんですよ。なのでこの動画を見て何を皆さんが思ったかをしっかり自分の中にインプットして次の研修に挑みたいと思います。山内すずらの太平洋クラブキャディ研修ですが折り返し地点までやってまいりました。最後の見極め試験までどうぞよろしくお願いします。次も頑張ります。そうです、全部。はい。ちょっとよ。やばいでしょ。確かにハーフターンでビールとか飲む人とか、はい、ガタガタでこぼれたりしますもんね。そうなんですよ。そうするとこの下とかも結構汚れるので確かになるほど隅々まで。そうです。そういうところはもう全部きれいにしてます。はい、はい、よしきれいになった。